ふふふ。ふふふふふふ。なんだ？どこからともなく不気味な笑い声が。ごが、がが、の、み、が、なが。本当だ。扉の隙間から聞こえてくるな。この部屋は、赤スキンの部屋か。あ、赤スキン、ご機嫌だね。何かいいことでもあったの？あれ、おつう、どうして私の部屋に？いや、変な愉快な笑い声が廊下まで聞こえてきたからどうしたのかと気になって。だってすごく嬉しいんだもん。この赤いパーカー、見れば見るほど私の好みにドンピシャで、あはは、見てるだけで幸せ。今ってさ、ほら、何かと大変だったり辛かったりすることが多いでしょ。気分が暗くなっちゃうんだよね。そんな時にこのパーカーを見るとそれだけで明るい気分になれるの。精神安定剤みたいなものだよ。このパーカーをくれてありがとう。おつーとジャックには感謝してるんだよ。どういたしまして。そこまで気に入ってもらえたなら僕も嬉しいよ。でもそんなに気に入ってるなら飾ってないで着ればいいじゃないか。似合うと思うけど。今はまだその時じゃないから。脱獄してもっと明るい気持ちで暮らせるようになったらこのパーカーを着たいと思うの。だから今は見るだけ。そっか、だから祭壇に祭り上げてるんだね。祭壇とか言わないで。変な宗教じゃないんだから。綺麗な台の上に飾り付けてるだけだよ。早くこのパーカーを可愛く着られる日が来るといいな。へえ、可愛い赤ずきんか。いいね、僕も早く見てみたいな。あんまり想像しないで。自分で可愛くとか言ったけどやっぱりちょっと恥ずかしい。いいじゃないか、期待してるよ、可愛い赤ずきんちゃん。年上をからかうんじゃないの。